彼は原田智美。彼は東京で沖縄に関わるとある映画を見て、やむにやまれる感情にとらわれこの地にやってきた。七闘争の現在を目撃した彼はある瞬間時空を飛び、沖縄の過去の各地点の激しい事実へと旅することとなった。彼女は天海区琉球海祖の女神の名前で仲間から呼ばれる。彼女はユタ的な霊感を持ち、精神的な支柱として仲間たちの心を支えている。しかしその彼女に誰にも言えない秘密があることを知る人はいない。彼は国城、子供の頃から自分の故郷に対してこのままでいいのかという違和感を持ち続けて、拭いされない思いの中彼は安定した生活を捨て、いつしか運動の最前線を生きる道を選ぶこととなる。そして常に運動の中心点を担う存在となっている。彼は北山、大和からやってきた男。大和で何をしてきたかは、しかし決して北山は語ろうとしない。クレバーかつ粘り強い考察と行動力、政治的交渉に長け、恐るべき真実を暴き出すキーパーソンである。彼女はナビ。ナビは沖縄の言葉で鍋という意味。昔の沖縄では大切な日用品の名前を女性につけた。ナビーは彼女のおばあの名前。その名前で皆から呼ばれる彼女はどの地点でも常に沖縄の過酷な運命を生きていくことになる。彼女はリンダ。沖縄の運命と帯同するため東京からこの地に戻って目撃したのはブルドーザーで押し潰されていく自然、引き裂かれた暮らし、滅んだ人の結び目を結び直すために彼女は立ち上がる。彼はハテルマ。教師として全校で10名ほどの生徒を教え、しかしそのわずかな生徒たちも学校に来るのがままならないありさまとなる。けれど彼は固くなりゲート前のテントに立ち入ろうとしない。